さ、なんか撮影しづらかったらちょっと場所もう一回考えてみて大丈夫です。はい、カメラ4台ですね。カメラ4台3と1で確かにカメラこんな多いの初めてでもなんか日頃 YouTube やってるじゃないですか、はい、緊張しないですね。おお、なんか変な感じいっぱいいるいっぱいいる。楽しみで寝れなかったです。はい、ないですね。見られたり、はい。まあ楽しんでくれれば。そうですね。それだけですね。どうやって緊張ほぐそうかな。意外と緊張するんだ。あ、緊張するんですか。意外となんかしましたね。はい。かっこつけ落としてました。いやでも今日撮れた映像かなりかっこよく。あ、いやいや、ありがとうございます。そんな。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。緊張してました。緊張しましたよね。はい、やっぱり。なんでだろう。してましたね。うまく喋れてなかったです。一応あれですね。アベマの生放送に出るんですね。はい。生放送です。久々の。いや余計緊張しますよ、生放送。そうですね。はい。なんか研修とかできるものだったら、こういらないこととかちょっと話がね下手でもいいんですけど、生放送ってなったら決められちゃってるんで、そこむずい。ね。楽しいですね。楽しいです。もう撮るんですか？撮りますあれ場所どこでしたっけ？何も分かってないチューシュー入れてもらってもいいですか？こん中何撮るんですか？はい、こん中何撮るんですか？緊張してるかなって思ってます緊張してますよ。おー、してるんですね、はい。落ち着くために今日一日過ごしたんですよ。行ったこともないような、興味もあまり薄いサウナに行くという。珍しい。ソロサウナに行ってみると。おお、よかったっすよ。よかったですか。よくて、あ、今の俺にはこれぴったりだと思って、はい、で仕事の準備してて、はい、部屋めくるじゃないですか、はい、元通りっす元通り。おお。でもまあやることは変わんないというか、はい、まあ背伸びせず普段の自分を楽しむみたいな。いや一番いいんじゃないですか結局。
します。まあ好きなところにかけてよ。お邪魔します。そんなこと言って本当は緊張してるんじゃないですか。めっちゃダセー。めっちゃダセー。どのぐらい出演されるんですか、時間が。書いてないんですよね。どれくらい出るんだろう。1時間まるまるじゃないんですね。多分40分ぐらいなのかな。おお。な気がしますね。がっつり出ますね。がっつり出ますね。でもこう喋ってて思うんですけど、やっぱ緊張しすぎてたら、はい、なんか下の話入ってこないですよね。なんかあんま入ってこないなって思いました。今だから今話したこと覚えてないです。全然覚えてないな。まあ、いっか。お疲れ様です。ちょっと緊張してましたね。してました。ちょっと顔赤かったっす。あー確かに、あれでも赤く映るっすよね。でも赤いな、調子いいっすね。結構なんか僕話聞けない人なんで、はい、話聞くのに必死でしたよ。今誰がどうなって誰に質問してんだみたいな。そんなパニックでしたね。どうでした逆に。喋ってました。全然喋りました、めちゃくちゃ。あ、はい、よかった。もうちょっとふざけたかったというか、もうちょっとラフに行きたかったんですよね。まあまあ、ニュース番組なんでめちゃくちゃちょうどいい感じだったと思いますよ。あ、よかったです。そこは PTO、TPO。 大事なとこ待ってください。 TPO。 話した内容とかにちょっと聞きたいんですけど、どうでした、はい、なんか一応お母さん関係とか。持ってることは言えたかなって思います。あとはなんかやっぱ金内さんが言ってた、なんだろう、あの寂しい、当時ってやっぱ寂しいって後から気づいたっていうのあって、まあ、それが当たり前で生きてきたんですよ、はい、親が外に出て仕事に行くのが当たり前、家で一人でいるのが当たり前みたいななっていく中で、寂しいってあの時寂しかったんだなでしたね。確かにそこはあってハッと気づかされたというか、ですね。その時の経験があるから、だからまあこの世界でやっていけたんだなっていうのは思ってます。だからなんか普通の家庭がこう与えてくれるものっていうのは、ものを僕にとっては少ないわけじゃないですか、比べた時に。親から与えられるものが少ない中で、ただその中でもこうめちゃめちゃ大事なものは与えてもらってきたなってっていうのはあります。うん、だからなんかそこは母に感謝っすよね。だと思ったっすよね。なんか世間に出て二十歳超え出してからそれに気づいたっすよね。学歴ない、どうやって生きていこうって中で、やっぱ人と違うなって思われたのってきっとなんかそういう部分なんですよ。で自分は劣ってるというか、やっぱり違う環境、他とは違う環境で生きてきたっていうのを自覚してるからこそ、自分のこう要は頭をもっと使おうとか、もっとじゃあこうしようとか、こう考える力っていうのが養われたなって、高校中退したから、そこからこう生きていくために考えるしかなかった、でホストやった時も右も左も分かんないし、親切に教えてくれる人もいないから考えてやるしかなかった。だからこそ今があるかなって、でもめちゃくちゃいい人生歩んでるな俺って思いますけどね。おお、まあそのおかげで今回出れたわけですね。うらやましいっすわ。出たいって言ってましたよね。はい、だからもう、 うちのお母さんはもう成功者じゃないですか、教育のいわばこんなね素敵な子供を育てたんですからね、自分も遊びながら、一番の成功パターンだと思うんですけどね。高島直樹、いいもんゲットしたんですよ。なんすか、タクシーチケット。じゃあこれで湯河原行けるってことですか。そう。これから生放送じゃないですか。はい、
で今日あいつら社員旅行行ってんすよ。社員旅行ですか。はい、僕が今仕事して部屋メモしてスタジオに行こうとしてなんかあいつら社員旅行でヘラヘラしやがるんですようるさいしかも今回の社員旅行ってもともとの言い出しっぺ僕なんですよ。んなんか拡大展とかする前にみんなでちょっと思い出作ろうぜみたいな。まあ僕もこう新店とかの方に行くから、うん、黒江だけで言ったら社員旅行最後じゃないですか。最後に思い出作りたいなって思ったんで、まあ、12月は忙しいし1月から新店だからじゃあもう11月行こうぜってことで無理やり僕が詰め込んだんですよ。おで詰め込んだおかげでむちゃくちゃ貧乏旅行が貧乏旅行のプラン立てられてこんな、ね、ホストクラブの社員旅行やのに場所湯河原であいつら今何時 ?8 時9時とかじゃないですか。でこの時間からテキーラ1本開けたりしてる何やねんその後ごそうさん来てくださいよみたいな。おおしんどないですか精神的に。まあしんどいかもしれないですけど撮影終わって仕事終わってもうこの真っさらな状態で湯河原行くじゃないですか。であいつらベロベロで温度差えぐみたいなしんどいな。だから乗る気じゃないんですよ。おだからバックレーが悩んでます。いやでも可愛いやっぱり従業員のためには行った方がいいんじゃないですか。酔った従業員全然可愛くないっすまあでもいじられるうちが花みたいなとこあるじゃないですか。まあ愛されてるっていうことでいいんじゃないですか、ね、そうですね。あいつら反撃機会やと思ってやってくるっすよこの社員旅行だから今行く確率、35% あれ行く低いっすね。 35% もう高島さんがはいむちゃくちゃ行く気満々で行きましょうって言ったらもう 85% まで上がりますよこれ。行きましょう23% ほんまに行きたくないマジで行きたくない俺の休み問題点え、どうしますか。行くか行かないか。もう、もう行くんじゃないですかね、これ。行きます大丈夫ですよ。気持ち的にどうすか。え、気持ちいいっすか。まあ、言うからなんで大丈夫です。そうっすね。はい。おいおいなんや。